はい、どうも、みちです。今回はメロディー風のソロフレーズということで、今まで弾いてきたメジャーペンタトニックを使いながら、指板をいっぱいに使うソロフレーズです。お願いします。はい、ということで、前回、前々回、前々前回ぐらいと比べれば、うまく弾けたんかなっていうふうに思いますけど、メロディー風ってことで、8分音符、4分音符とか、16分音符とかがこう混じり合って、やっぱりこれまでの、ペンタトニックのフレーズは16分音符がパパパパパってなったりとか、まあ、スライドとかハマリングとか入れてましたけど、結局メロディーっぽくは聞こえないような感じのフレーズだったんですけど、今回は、まあ、ちょっとメロディーっぽいような流れがありましたね。ペンタトニック、メジャーペンタトニックだと、メロディー風っていうふうに書いてありますけど、まあ、そんなに強調されたメロディーみたいな感じには聞こえないんですけど、でもこの BPM100 っていう速さの中でも、速かったり遅かったりって、その音符の長短があるところで、忙しかったり、まあ、ゆっくり弾けたりとかいうところがあったんで、 BPM100 っていう速いスピードでも最後まで弾けることができました。スライドが入ってたんで、やっぱりそのスライドのところでリズムが崩れがちにやっぱなっちゃうんで、ハンマリングプリングよりもスライドの方がすごい苦手で、スライドが入っちゃうといつもその音の行き過ぎちゃったりとか、その音符の長さ伸ばせなかったりとか、いつもそこら辺がスライドで難しくてミスしちゃう点なんで、ちょっとこういう風にフレーズの中にスライドとかハマリングとかプリングとかたまにこう入ってくれると、そこら辺の練習もできるんで、すごいありがたいですね。次回でやっとメジャーペンタのスケール習得の週が終わるんで、次回しっかり弾き切ってスケールの練習を一回ちょっと終わりに、締めくくりとして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。